皆さんこんにちは、モリタインドラムスクールのモリタインです。今回はね、前回の続きの後編動画なんですが、前回はこのアドリブ演奏をするためにどういう練習が必要ですかという、質問に対して、4小節の感覚を、ぜひ持ってくださいねということで、4小節、カウントして、シンバルを入れて区切りをつけれるようにしたりとか、叩くパーツを変えれるようにして、頭の中でね、こうカウントをしっかりとできるように、するのがいいんじゃないかという練習方法を紹介させていただいたんですが、今回はフィル編ということで、フィルにね、こう自由に、手を出せれるようになるためには、こういう練習をしたらいいんじゃないかという、ことをお話しさせていただきたいなと思います。フィルをね、自由に入れるのが苦手だっていう人も結構多いんですが、これね、前回説明させてもらったのと、本当にもう同じなんですけど、アドリブでこう自由に演奏するっていうことは、やっぱ非常にハードルが高いことなんですね。だから、ある程度、テンプレート、こうね、語学で言うと、旅行で使えるシチュエーションみたいな、テンプレートの文章をまずは覚えておいて、でそれの一部分を変えたら、こういうシチュエーションでも使えますよみたいな、こうドラムの演奏も、そういう感じでこう応用していけたらいいと思うんで、前回のねこう4小節の感覚っていうのも、ここでもしっかりと活用して、フィルを入れれるようにするという、そんな感じで、やっていきたいなと思います。フィルを入れるパターンのその感覚として、まずはね、あの1拍フィルと2拍フィル、そして4拍フィルっていうような形で、今回はその長さの感覚を掴んでいきたいなと思います。まずはステップ1として、このフィルに入るタイミングをまずは掴んでみてください。で、8ビートをね、これ4分割したら、どっちタッチドッドパッチで、1、2、3、4なんですよね。で、これの4拍目、どっちパッチドッドタカトン。このどっちタッチドッチタンがタカトンになってるって感じなんで、まずはね、この形を掴んでみてください。なので、フィル自体は、タカトーンなんですけど、この始まりを、この、あら。この感覚をつかむっていうことが非常に大事ですね。このフィルに入れないっていう人の特徴として、タカトーンだけ考えちゃうんですよ。タカトーンだけ考えちゃって、で、ずーっとこのタカトーンのことを考えて結局通り過ぎてしまうみたいなことっていうのはあるんで、このリズムパターンの始まりからですよね。どっちパッチドットタカトンっていうのを、タイミングとしてまずは掴むっていうことが大事です。これを踏まえて4小節の感覚でやってみます。4小節リズムパターンを叩いた一番最後の4拍目にタカトンを入れるという感じですね。言葉にすると英語詞ですけど、ちょっとやってみます。ちょっと一緒に数えてくださいね。じゃあ、ワン、ツー、スリー、フォー。1,2,3,4,2,3,4,2,3 タカトンみたいな、なんかこの4小節の、4小節でタカトン入る感覚っていうのを掴むっていうことが大事です。で、ある程度慣れたらこのタカトンを、例えばタカタカに変えてみたりとか、とか、タンタカとか、バッでも何でもいいですけど、こう一拍に当てはまるものやったら、正直何でも当てはまるんで、そこにちょっと差し替えて、同じタイミングで練習をして引き出しを増やすっていうことが、大事になってくるのかなと思いますかね。で、さらに、次のステップとしては2拍フィルですね。で、2拍フィルの場合は、8ビート4分割。どっちパッチドットパッチで4分割したとしたら、最後の2拍にフィルを入れるみたいな。だからよくあるのが、タントン、タカトンみたいなね。みたいなフィルを入れるとしたら、これ、タントンで一拍、タカトンで一拍なんで、っていうタイミングになります。ドッツパツ、タントン、タカトン。ドッツタッツ、タントン、タカトンっていうタイミング。タントン、タカトンのことだけを考えるんじゃなくて、この拍の、小説の始まりからですね。ドッチパッチからイメージできてると、タントン、タカトンがちゃんと見失わずに入れるようになるということになります。これも4小節数えてやってます。一緒に数えてくださいね。じゃあいきます。ワン、ツー、スリー、フォータイミングですかね。
で、最後に、一小節フィルですよね。一小節。まあ、タカ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 でもいいですね。なんですけど、一小節フィルっていう大きな括りじゃなくて、さっきの2拍ずつのやつを組み合わせれると、なんかこう、フィルの作り方としてはいいんじゃないかと思うので、まあ、足し算ですよね。だから、タカ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 っていうフィルと、タントン、タカトンっていうフィルを、足し算するみたいな。この、タントン、タカトン、タカ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 でもいいですよね。ひっくり返してもいいですよ。フィルを足し算したりとか、こう入れ替えたりとか、こう場所を変えたりするだけでも、まあその分バリエーションが増やせれたりするので、なんかこれをまあ一つ一つ、なんか自分のこう引き出しにしていくみたいな、なんか感じでやっていけるといいんじゃないかなと思います。一小節フィルも、この 1,2,3,4 この4小節の間隔の、こう一番最初の始まりから、この一小節の入る間隔っていうのをつかめれるといいんで、これもね、1小節目からこのフィルまでのこの数を数えるっていうことをやってみます。ちょっと一回やってみると、1,2,3,4 みたいな感じですね。まずはこの4小節のこの一番最初の始まりからこのフィルにかけてのね、このサイズを掴むっていうことが、まあ、フィルの入るタイミングをね、この見失わずにいくっていうのもそうやし、この、例えばフィルを作っていくっていう段階でも非常にね、役に立つし、なんかここにこう入れようっていうのも役に立つし、耳コピーをするときも役に立つんですよ、この感覚って。耳コピーをするときも、ここにこう入りそうやなっていう予測が、この、ちゃんと拍を数えれると、予測がつくので、だから、耳コピーをするためにも、アドリブ演奏をするためにも、フィルを作っていくためにも、まあ、この4小節の感覚っていうのをしっかりと身につけていけるといいと思います。最後に、ちょっとね、合体バージョンで、なんかちょっと適当に曲に合わせてやってみるんで、ちょっとそれに、一緒にね、数えて、ちょっとやってみてください。で、まあ、今やったのが、まあ、前編後編にね、僕が紹介させてもらった、例えばこうリズムパターン叩いて、まあ、4小節ごとに、まあ、例えばフィルを入れたりとかして、まあ、こう構成が変わりそうやなと思ったら、こう別の場所に切り替えるとか、なんかそういう感じの、まあ、感覚でこうざっくり合わせてみた感じなんですが、一番最初にちょっとね、ご説明させてもらった通り、まあ、アドリブで演奏するってね、結構やっぱハードルが高いことやったりするんですね。まずはちょっとね、4小節の感覚を掴んでもらって、自分ができることをまずはちょっとね、まあ、例えばタカトンのフィルができるってなったとしたら、じゃあそのできる範囲をちょっとずつ広げていって、タカトンができたら、まあ、タカタカにしてみるとか、まあ、タントン、タカトンをタカトコトコトコにしてみるとか、まあ、ちょっとね、自分ができることをちょっとずつ増やして、で、それを、一個できたら、まあ、ちょっと実践で試してみるみたいな、ね。なんかそんな感じでアウトプットしていけると、まあ、どんどん自分のものになっていくのかなと思うので、まあ、そのためにね、ちょっと自由に手を出せるようにするっていう練習もね、こんな感じで練習をしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。